5.15事件は1932年5月15日に日本で起きた反乱事件。武装した海軍の青年将校たちが総理大臣官邸に乱入し内閣総理大臣犬飼い武氏を殺害した。大正時代、衆議院の第一党の党首が内閣総理大臣になるという金星の情動が確立したことで議会制民主主義が根付き始めたが、 1929年の世界恐慌に橋を発した大不況により企業倒産が相次ぎ、失業者は増加、農村は疲弊するなど社会不安が増し、政党政治及び守られている大財閥が敵視されるようになっていた。加えて、1930年ドンドン海軍軍縮条約を締結した内閣に不満を抱いた一部の海軍将校は、 クーデターによる国家改造の計画を抱き始める。しかし、当初の計画の中心人物だった藤井一氏は志を果たせないまま第一次上海事変で戦死。やがて藤井の仲間がその意志を引き継ぎ計画を実施するために動き出す。この事件の計画立案、現場指揮をしたのは海軍中尉小垣義で死亡した藤井一氏とは 同志的な関係を持っていた。事件は、血命団事件に続く、昭和維新の第二弾として結構された。小川、昭和維新を唱える、海軍青年将校たちを取りまとめるだけでなく、大川秀明らから資金と拳銃を引き出させた。農本主義者、立花の幸三郎を口説いて、主催する愛嬌塾の塾生たちを農民決死隊として、組織させた。 次期焦燥という陸軍側の予備役商員にした税を繰り返し説得して、後藤栄藩ら11名の陸軍主幹候補生を引き込んだ。3月31日、小賀と中村義尾海軍中尉は土浦の下宿で落ち合い、第一次実行計画を策定した。計画は2点3点した後、5月13日、土浦の料亭、山水閣で最終の計画が決定した。 具体的な計画としては、参加者を4組に分け、5月15日午後5時30分を期して行動を開始、とし、これによって、東京を混乱させて、戒厳令を施行せざるを得ない状況に陥れ、その間に、軍閥内閣を樹立して、国家改造を行う、というものであった。5月15日当日は日曜日で、犬飼首相は、 折から来日していたチャールズ・チャップリンとの宴会の予定変更を受け、終日官邸にいた。第1組9人は、三上拓海軍中尉、黒岩勇海軍予備将尉、陸軍士官学校本科生の後藤栄藩、八木春を、石関久志の5人を表門組、山岸博美軍中尉、村山角の海軍将尉、陸軍士官学校本科生の篠原一之助、 野村三郎の4人を裏門組として2台の車に分乗して首相官邸に向かい午後5時27分頃官邸に侵入。表門組の三上は官邸の日本館の様式客まで警備の田中五郎巡査を銃撃した。表門組と裏門組は日本館内で合流。三上は日本館の食堂で犬飼首相を発見すると 直ちに拳銃を首相に向け引き金を引いたが、たまたま弾丸が装填されていなかったため、発射されなかった。三上は、首相の誘導で十五条時期の和室の客間に移動する、途中に、大声で全員に、首相発見を知らせた。客間に入ると首相は床の間を背にして、テーブルに向かって座り、そこで首相の考えや、これからの日本のあり方などを聞かされようとしていた。 しかし一同起律のまま客間で首相を取り囲み、三上が首相といくつかの問答を押しているとき、山岸博士が突然、問答無用、いて、いてと大声で叫んだ。ちょうどその瞬間に遅れて客間に入ってきた黒岩いが山岸の声に応じて、犬飼首相の頭部左側を銃撃、ついで三上も頭部右側を銃撃し、犬飼首相に深手を負わせた。すぐに、 山岸の引き上げの指示で9人は、日本館の玄関から外庭に出たが、そこに、平山や粗末巡査が木刀で立ち向かおうとしたため、黒岩と村山が一発ずつ、平山巡査を銃撃して負傷させ、官邸裏門から立ち去った。それでも、犬飼首相はしばらく息があり、すぐに駆けつけた女中のテルに、今の若い者をもう一度呼んでこい。 よく話して聞かせると強い口調で語ったというが、次第に衰弱し、深夜になって死亡した。首相官邸以外にも、内大臣官邸、立憲声優会本部、警視庁、変電所、三菱銀行などが襲撃されたが、被害は警備であった。第一組、第二組、第三組の、 計18人は午後6時10分までにそれぞれ、工事待ちの東京憲兵隊本部に駆け込み実施した。一方、警察では1万人を動員して、徹夜で東京の警戒に当たった。6月15日、資金と拳銃を提供したとして、大川周明が検挙された。7月24日、立花の座三郎が、ハルビンの憲兵隊に自首して逮捕された。九月十八日、 拳銃を提供したとして、本間健一郎が検挙された。11月5日には、遠山秀造が検挙された。犬飼武士の葬儀後継首相の選定は難航した。従来は、内閣が倒れると、天皇から、元老の西恩寺金持ちに対して後継者推薦の加盟があり、西恩寺がこれに報道して、後継者が決まるという流れであったが、この時は西恩寺は、 おきつから上京し、牧野内大臣の勧めもあって、首相経験者の山本権兵衛、若月礼次郎、清浦慶吾、高橋惠清、陸海軍長老の東郷平八郎元帥、海軍大将、上原祐作元帥陸軍大将、枢密院議長の倉富雄三郎などから意見を聴取した。当時、誰を首相にするかについては、様々な意見があった。結局西園寺は、 政党内閣を断念し、軍を抑えるために退役海軍大将で恩恵な人格であった斉藤実を次期首相として総選した。斉藤は民政、政友両党の協力を要請、挙国一致内閣を組織する。西恩寺はこれは一時の弁法であり、事態が収まれば、県政の上道に戻すことを考えていたらしいが、 ともかくもここに8年間続いた県政の上動の終了によって政権交代のある政治は第二次大戦後まで復活することはなかった。関与した民間人に対する裁判事件に関与した海軍軍人は海軍警報の反乱罪の容疑で海軍に横須賀陳府軍法会議で陸軍主管学校本科生は陸軍警報の反乱罪の容疑で陸軍軍法会議で 民間人は爆発物取締り罰則違反、刑法の殺人罪、殺人未遂罪の容疑で、東京地方裁判所でそれぞれ裁かれた。元陸軍主管候補生の池松武氏は、陸軍刑法の適用を受けないので、東京地方裁判所で裁判を受けた。当時の政党政治の腐敗に対する反感から、犯人の将校たちに対する除名嘆願運動が巻き起こり、 将校たちへの判決は軽いものとなった。このことが2.26事件の陸軍将校の判断を後押ししたと言われ、2.26事件の判断将校たちは投稿後も両刑について非常に楽観視していたことが2.26将校の一人、磯部朝一の国中日記によって伺える。犬会首相の暗殺で有名な事件だが、首相官邸、立憲声優会本部、 警視庁と共に、牧野信明大臣も、襲撃対象とみなされた。しかし、訓則の間の筆頭閣で、事前の計画でも犬会に続く、第二の標的とみなされていた牧野庭への襲撃は、なぜか、中途半端なものに終わっている。松本政長は計画の指導者の一人だった、大川襲明と牧野の接点を指摘し、大川を通じて、政界人、特に、 犬飼いと中国問題で対立し、軍部と通じていた森勤などが裏で糸を引いていたのでは、と推測している。孫の犬飼道子も著作で森が兵隊に殺させようとしているという情報が、声優会幹事の久原久之助から親族を通じて伝えられたことを記録している。だが、中谷武潮は小賀から5 1号事件の一切の計画や、 日時の決定は自分たち海軍青年将校同士の間で自主的に決定したもので、大川からは金銭や拳銃の供与は受けたが、行動計画や結婚日時の決定には何らの命令も示唆も受けたことはないと、大川の指導性を否定する証言を得ており、また中田には大川と正当人との関係が希薄だったことを指摘し、森と大川に関わりはなかった。 と記述している。首相官邸襲撃隊内大臣官邸襲撃隊、立憲政友会本部襲撃隊民間人犬飼が殺害される際に、犬飼と元海軍中尉山岸博士との間で交わされた、話せばわかる、問答無用、打て。というやりとりはよく知られているが、話せばわかるという言葉は、犬飼の最後の言葉というわけではない。前日の通り、 犬飼は銃弾を打ち込まれた後も意識があったとされている。なお、山岸は次のように回想している。まあ待て、まあ待て、話せばわかる。話せばわかるじゃないか、と犬飼首相は何度も言いましたよ。若い私たちは興奮状態です。問答いらぬ。撃て、撃ってと言ったんです。また、元海軍中尉三上拓は裁判で次のように証言している。 食堂で首相が私を見つめた瞬間、拳銃の引き金を引いた。弾がなく、カチリと音がしただけでした。すると首相は両手を上げ、まあ待て。そう無理せんでも話せばわかるだろうと二三度繰り返した。それから日本館に行くと、靴ぐらいは脱いだらどうじゃと申された。私が、靴の心配は、後でもいいではないか。何のために来たかわかるだろう。何か言い残すことはないかというと、 何か話そうとされた。その瞬間山岸が問答いらぬ。撃って、撃ってと叫んだ。黒岩勇が飛び込んできて一発撃った。私も拳銃を首相の右米紙に凝らし引き金を引いた。すると米紙に小さな穴が空き地が流れるのを目撃した。しかし、孫の犬飼道子はこれらの証言を否定しており、著書、花々と星々と似て、 現場にいた母親の証言を引用する形で、祖父の発言を次のように10回している。まあ、せくなゆっくりと、祖父は、議会のやじを抑えるときと同じ仕草で手を振った。撃つのはいつでも撃てる。あっちへ行って話を聞こう。ついて来いそして、日本館に誘導して、床の間を背に、中央の宅を前に座り、タバコ本を引き寄せると一本を手に取り、 ぐるりと拳銃を起きして立つ若者にも勧めてから、まあ靴でも脱げや話を聞こう。ありがとうございます。